はいどうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。今日も頑張ってやっていきましょうって言っていきましょう。はい、ずっと慣れないじゃん。恥ずかしいでしょ。なんなら恥ずかしい上手くなるのが怖いな。さ、これさ、買ったのこれ、アディダス。うん、まあ、値段あんまあれだけど、うん、高かったのこれ。おお、まあちゃんとしたブランドのやつだからな、うん、だからこれで生きてさ、うん、メイン出たわけよ。これ見て、この服って感じで俺の中では出たわけよ。コメント欄のかな、うん、セーラー服着てるって。そうだね、うん、泣いたよ。いや、返品しようかなって。あのね、面白いもんでね、あの、僕は一緒に動画出てるじゃないですか、うん、こうやって出てるときは気づかないんだけど。そうなんだよ。でも、編集したときに思った。俺も動画見たときに、コメント見る前にそう、だから多分ね、正面からこういうカメラで撮ると立体感が若干なくなるんだよね。そう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 、だからもうこれがすごい見えちゃう。そうそうそう、で、それこそだから真正面からセーラー服を見た時と多分全く同じになっちゃうんだよね、うん、おい、セーラー服着てんじゃないか俺。アディダスのセーラー服。アディダスのセーラー服なんかないだろう。俺昨日かなんかにリプで、うんうん、渋谷でセーラー服着てましたか、ふざけて言われてんの。いじりだと思う。トミーセーラー服やめて。いや、そんな言われてんのかな。あ、この間斉藤さんの動画のトミーさんが一瞬セーラー服着てるって言ったんだけどなっつって、お前がセーラー服着てる絵描かれてる。いや最悪じゃん。鉛筆ですごい上手な方ですね、うん、これセーラー服着てます。これに関してはセーラー服着せんなや。事実です。事実じゃねえだろう。俺斉藤さんやってたのに。俺セーラー服着てたよ、ね、うん、やば、女子高生いるじゃん。かわいそう。昨日のトミーの服がセーラー服に見えたから気がついたら二人にセーラー服着せてました。お前も着せられてんぞ、俺のせいで。俺も着せられてる。巻き添え食らってる。お前も着せられてんじゃん。びっくりしたわ。今回のトミーなんかセーラー服着てるみたいに見えた。やっせーそいつ。トミーの服がセーラー服に見えてかわいい。トミーくん、フォロワー待ってます。セーラー服かわいいです。トミーの服がセーラー服なのめちゃめちゃウケる。ウケんな。お気に入り5。お気に入り5じゃねえか。やっぱりセーラー服だったの。ああそうなんだ。それ聞いてみていいんだ、うん、もしかしたらと思ったんだな。そいつはトミーの服セーラー服みたいだったけどおしゃれで結構好きよ。新しい服セーラー服って言われまくってんのに無自覚で買ったであろうトミーは今日も天使。この人もだって何やそれ。この人もセーラー服じゃん。この人が着るとでもさ不思議なもんでセーラー服見えないかな。かっこいいな。俺が着るだけセーラー服に見えてこの人が着るとなんかそうするんですよ。なんでダボっと着てるからシュッと着るもんなんじゃないの本来は。いやでもこんなもんだろパーカーって。どっちなのこれ。 着ない方がいいの。それじゃあもうだってブレない企画が。そうそう、何の都市伝説検証しようがやばいやつ。助走しながら都市伝説検証してみたのなっちゃう全部。じゃあカンタ来たらこれセーラー服に見えんのかな。着ないよ俺。恥ずかしいもんだって。俺そんな服着んの恥ずかしいもん。おい恥ずかしいの着てる。着れないでしょ。おい恥ずかしいの着てるみたいにすんの。いや俺マジで。いやなら全然他のエビとかの方がいい。それ着れないじゃん。おい俺これ着れないって言うなや。アディダスで一番かっこいいパーカーだろこれ。いやちょっと厳しい。厳しいって言うなや。どうするんですか今後これ。うん、だから2択だよ。それでも着るっていう、そのもうセーラー服じゃねえから。うん、そうそうだよっていうスタンスで。セーラー服じゃねえから着るわ。そうな、うん、これでやめたらセーラー服だった人みたいじゃん。セーラー服着ちゃったからやめたってなっちゃう。セーラー服着てんのバレたからやめたってわけでしょ、うん、でもセーラー服着てんのバレてるけど着る、うん、ちげえわ。そうでしょ。セーラー服じゃないから着るの。誰バレてるけど着るって。はい、はい、ということで今後もね、うん、頑張って頑張って頑張って着るわ。貫くから、うん、俺は一切触れないから動画で、うん、ということで、サイチャンネルでした。ありがとうございました。